県内の経済団体と労働組合が、今年の春季労使交渉、いわゆる春闘に向けて懇談しました。双方が経済の好循環を実現するため、賃金の引き上げが必要との認識を確認し合いました。この懇談会には、連合山形のほか、県経営者協会をはじめとする4つの経済団体の会長など16人が出席しました。 冒頭で、連合山形から2024春季労使交渉に関する要請書が使用者側に手渡され、物価上昇に見合う賃金の引き上げや運送業界で懸念されるドライバー不足などの2024年問題に絡み、労働者が働きやすい環境整備を訴えました。その後行われた意見交換会で、連合山形からは 急激な物価上昇に対して実質賃金の上昇が追いついていない、実質賃金を引き上げるために適切に価格転嫁できる環境作りが重要などの意見が出た一方、使用者側は中小・零細企業は価格転嫁しにくい立場に置かれている、国を挙げて公正な取引環境作りに努めるべきだと強調しました。そそして、労使れれぞれが 信頼と共感を持ってこれからの交渉に臨んでいくことで一致しました連合山形は5%以上の賃金引上げを目標に掲げ交渉を進めたいとしています